はい、ソルトの地獄のメカニカル練習場第17巻ということでですね、その3メインフレーズ、昨日ですね、まあ、92まで84から92まで上げたんですけども、でまあ今日80、まあ、復習がてらということで84から、スタートしたんですが、いやーダメでしたね。本当に84復習のつもりでやって80がまずちゃんと弾けなくてですね、で最終的にはもう72まで下げて、もう一回基礎から、基礎というかゆっくりなところから固めていこうということで、今日はですね、まあ昨日は3歩進んで2歩下がるみたいなこと言いましたけども、まあ1歩進んで3歩下がるぐらいの1歩も進んでないですね、もう3歩下がっただけみたいな、そんな感じのあれですね。まあ、コメントにも YouTube の、 概要欄にも書きましたけども、やっぱりその実力を課題評価ね、一昨日のその調子72から92まで上げた時の調子、すごくいい調子っていうのはやっぱまあちょっと実力が課題評価っていうかね、あったのかもしれません。なのでまあその実力っていうか調子が悪い、いわゆる調子が悪い日にまあ弾けるところがまあ本当の実力だったり、まあそこはもう最低限保証された実力なのかなっていうところで、まあそうですね、72はまあなんとか弾けるので、その今日ですね、なんとか弾けたので、まあ72がまあ最低ラインなのかなと、今の実力のというところでですね、もう一度明日、一年発起して、一年発起っていうか、まあ、気持ちをね、切り替えて、入れ替えて、72から、コツコツと、上げていきたいなと思います。まあね、まあやっぱりね、急ぐもんでもないとはいえ、やっぱりこうやって動画をね、毎日投稿してるのもあって、まあ早く先に進みたいみたいな、そういう気持ちもありますし、まあね、ずっとこの同じような投稿も17日間連続でやってますから、まあそろそろね、違うフレーズも弾きたいですし、まあ、できたというところをまあお見せしたいというのもあるんですけども、まあそういう焦る気持ちだったりね、まあカメラ回ってるっていうところの、まあちょっとした緊張感もあって、まあでもまあそれを総合して含めて、まあ弾ける部分が今の私の実力なのかなというところを、強く感じました。まずは実力をね、ちょっとコツコツ上げていくためにまた明日頑張りたいと思います。これ72ですね。本気にがっつり下げてですね、やってます。なんかね、ほんと指が全然動かない方ですね。まあ一応この練習の前に5分ぐらいですね、BPM210 とかで16分、まあクロマチックバーって適当にやって指動かしたり温めたりはしてるんですけども、なかなかね、思うようにコントロールロードができない、そんな一日でした。結構ね、気持ち的にも沈んでいましたね、この時は。うわ、全然弾けないなと思って。ということでですね、また明日も、頑張りたいと思います。ではまた。